法則クイズ。イエーイ。いろんな法則の問題を出して、答えるというクイズ番組です。参加者の皆さんをご紹介します。はい、1番自己紹介をお願いします。1年4分の1のかけるです。はい、かけるくんです。はい、はい、2番の方、デデデか、あいつか、はい、はい、こちらです。山下大地です。はい、3問出します、はい、このメンバーでやっていきたいと思います。3問出します。はい、早く答えた人が、1点ということで、96赤緑青、99金銀、10ブラックホワイト、18、18これ何でしょう。なんだ、何わかる、あれ簡単簡単、な、何あれ96何わかんないっすよ。96赤、はぁ、わかるよ。99金、なんだろう、信号とか、えあれ反射率とか、反射率あ、これわかる、はい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 、どうぞ、かけるくんどうぞ。はい、青で、はい、金で、はい、ホワイト、はい、で、これが黒板、黒板、あー残念、残念、はい、ちょっとじゃあこのヒント、これは1996年ですね。これが1999年、これが2010年、これ2018年です。今年ですね、これが、はい、今年、年の色だから、え、ね、なんだ、何年の色、今年何色だった、青、青、え、今年って何色、なんだ、言ってみる、で、はい、何思ってるからわかんない。はい、おもちゃん、どうぞ。あれ、何にいるの、流行語大賞とかに絶対出てくるやつだよね。はい、青、ピンク、青、ピンク、あ、違います。え、まず、1999年ってあった、なんだろう、なんか俺は、あれ、参加者の、あ、感覚でも分かった人、あれ1969年で、え、緑、赤、え、赤、緑、青、あれ、なんだっけ、昭和っぽいよ、あれ、あれ、今年ってヒント、あるゲームのタイトルです。おお、そういうことか、ああ、分かった、分かった、分かる、お前、はい、はい、はい、観客の方、お願いします。あれだ、あの、オリンピックのあれじゃん、オリンピック違います。はい、はい、お願いします、観客から答えちゃってください。はい、え、ポケットモンスターですか。あ、ここに入る、あ、入る、あ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 、はい、はい、じゃあ、はっはっはって言って、お兄さん、どうぞ。え、今年出たのに2つあるんですけど、はい、2つどうぞ、2つある、1つの作品が、あ、黄色と、黄色と、あ、じゃあ茶色、ルビーとサファイアだよ、昔、あ、ルビーとサファイア今年じゃないよね、昔じゃないんだ、みんなわかんない、茶色と黄色じゃなかったっけ、違うの、色じゃないです、色じゃないよ、色じゃないよ、色じゃないよ、はい、わかった、わかった、わかった、イーブイ、モンスターの名前だよ、モンスター、イーブイとピカチュウ、正解です、正解、ここが入るのはイーブイとピカチュウでした、わかんなかった、ホワイト&ブラックだっけ、はい、こんな問題でいきます。2問目、0123、ホニャララ81321、ここに入る法則は何でしょう。分かっちゃった、はい、いいです、大人でも大丈夫です、はい、どうぞ、はい、5、正解です、おー、ピコラッチ数ですね、ピコラッチ数です、こことここを足して、これこことここを足して、ここ、ここを足して、ここで、こことここを足すと5ですね、で、5と8を足すと13ということで、フィボナッチ数の5でした。はい、1点あげます。はい、ラスト問題です。ラスト問題は、得点が倍になります。おー、やばい、2点入ります。逆転可能です、逆転可能です、やばー、頑張ってください、絶対頑張って、頑張ってください、頑張ってください、はい、ちょっと難しいかな、行きます、はい、こちら10、今日ですね、23、東、24、大きい、15、な、
じゃあ18なんでしょう。なんだこれ。東京。あ、東。はい。さあ、観客の人も当てちゃっていいですよ。東は10でしょ。東って書いてある。なんで東側に。あ、違う、あ、そっか、はい。なんで東側。分かってるんだけど、分かんない。なんか分かりそうで分かんない。なんか見たことある感じと、見たことあるような数字があるような気がするけど、資格が何だろうっていうね。はい、大学の受かる、あの、あれじゃない、あの、その年の、学力の順位。結構リアル。曖昧、ちょっと曖昧。ランキング曖昧なの。これ23が一番分かりやすい、もしかして。あ、はい、あ、そうだね。はい、23がとても分かりやすいかもしれません。はい、知識。とすると、はい、18は何だ ?2社。2社出てきた。はい、かけりくん。2社とか ?2社。え社社社。社。違います。答えてほしいな、誰かに。ヒントください。23はね、ヒント。はい、なんとなく気づいてる通り。がわからない。左側。とかわかるけど。はい、本当ですか、お願いします。どうぞ。前。違います。ヒントいきます。左側、地名を表しています。そうですね。はい。東京。あ、はい。福。福。福。あ、東京。福、違います。はいはいはい。はい。横。横、正解です。2点ゲット。ということは、どういうこと解説からいきましょうか。じゃあ、東京でしょ。京都が区が10個あるんですね。東京が23区、大阪が24区、名古屋が15区です。あ、そうか。ういうで、横浜は18区あるのは、横浜の横が正解でした。はい、ということで2点ゲットということで合計3点、優勝は大地さんでした。以上、法則クイズでした。てか、そもそも法則なのかこれ。